続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。豊商事法人営業部部長の山口大輔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週のですね、米中首脳会談で、はい、マーケット的にはもう最悪のケースも考えながら、そうですね、見守ってたわけなんですけども、はい、まあ、形としては一時休戦みたいな感じでこう90日間の猶予期間を設定してっていうことで、はい、まあ少し緊張して見守ってた分が少し和らいだんで、みんな買い戻しに今思いますね、動いてるんですけども、はい、あのコモディティのマーケットではどんな反応が出てるんですか。今日はですね、ただ日本時間で始まってから夜間取引で、はい、いろんな商品がやっぱり影響が出てきてますね。特にまあ今回のね、今予想おっしゃった通りこの流れの中で、まだその90日間の猶予を与えてられた、まだその棚上げされたという状態です ね、そうですよね。細かいところというのはまだこれから、まあ、詰めていくところではあるんですが、ただこの中で、農産物、まあ、これは農産物では限っていませんけれども、要は早速ね、もうそのアメリカからの買い付けを、開始しましょうという中に、まあ、農産物が含まれるそうでした、ね、はい、いう中で言うと、うん、今そのコミュニティに日本の、ね、上場商品の中でも関わりが出てくるところで言いますと、うん、大豆それからトウモロコシですね。この2商品が で特に大豆はね、中国が世界最大の消費国であって、はい、かつ本来はアメリカの一番のお得意先であったわけですよね。ところが例のね、その関税の問題によって、まあ、双方でとんがりあった結果、アメリカからのその大豆の輸入が、止まっちゃって、そうですね、現状では南米産、ブラジルを中心とした、ね、南米産に今シフトということで、当然その過程においては毎月 USDA で発表される需給国の中でも、今期はやはり大豆 の、ね、その輸出見通しがやっぱり前年と比べるとだいぶ抑えられた、やっぱりそれ一番の要因としては中国への輸出量が減った、ここが一番大きいところ、そうですね、ただこれが今回のこの話によってとりあえず、また再開という話になったので、これはね、あ、これは週明けの日本時間はかなり値段が飛ぶだろうなと、でつい先ほどあの10時で、日本時間夜間取引スタートしたんですが、まあ、案の定といいますか20セント超の水準でドンと入ってまいりました、あ、そうですか、はい、というかチャットを入れますかね、ここに、出てますが、はい、これはね、まだこの夜間冷やしです、冷やしの、記事化、アクティブマンス、これは2019年のじゃあね、1月のチャートですね、です、はい、これはまだね今朝の夜間取引は、ここには反映されてないんですが、20セント超の上昇したことによって今このチャートで示されている10月の高値、906セントというところがあるかと思うんですが、これですか。そうですね、はい、ここのレジスタンスを今現在も抜いてきてます。ここにこういう陽線が立ったわけですね。今ね、900、私が先ほど確認したところでは916まで確認しているので、ここ抜けてさらに10セント、そうですね、それが919、その隣7月がね932なので、今の流れでいうとかつてのレンジの上限をもう一度ちょっと探りに行く可能性が出てきたかなと。そうですね、はい、下値はちゃんと切り上がってますし、はい、ここの戻りの節を抜いたんですから、そうですね、今度は、まあ、とりあえずここなんでしょうけど、はい、段階的には920、930、ね、その前がね、5月以降の下落は、まあ、先ほどね述べた通りその中国との関係悪化によって、それによって一気に凄まじい下げをやったわけですよね。じゃあ再開したからというと元のじゃあ10ドル台まで戻れるかというと、今期のアメリカは、少なくとも短週ベースでは過去最高の豊作ですから、なんですよね、なのでその豊作を織り込むとさすがにちょっと10ドル台まで戻るというのはこれはちょっと難しいのかなと思いますが、そうですかね、当面というところでいうと今申し上げたレンジの上限、930ぐらいまでは価格が戻っても不思議ではないですね。おそらく次の需給報告でも輸出サイドの数字は結構いじってくると思われますので、その辺を織り込む動きは当然出てくると思いますから、はい、目先もう少ししっかりした動き、じゃあちょっとねこれを踏まえて、トウモロコシのね、はい、コーンに関して言いますと、大豆ほど
対中国との関係においては大豆と大きな影響はないんですが、うん、やはり少なからず大豆に引っ張られた格好で、うん、6月の段階で同じようにやっぱり下げ、ね、はいはい、こちらはね今私が国際国にした時に5セント高380セントを超えるとこまでは戻っているので、ええ、なので最初のレジスタンスですかね。まずここを一回探るのと、はい、そうですね、合わせてこのダウントレンドを上抜くことができる か、はい、抜けてくればね、390というのは視野に入ってくるんですが、うん、まだね現状ではこの380のレベルを固められるのかどうか、うんうん、すると今これはね、アクティブマンスが、2019年これ3月を見てるんですけども、はい、つい先月まではね12月切りこれが中心元月だったんですが、うん、もう月が変わりましたので、はいはい、そうするとねデックとの間で10セントの、順在があったので、これまではねそのサイズベリが起きてたんですけども、まあ、今回の発表によって、ちょっとこの10セントのサイズベリ果たして起きるのかなというところが、うん、とするとまあ、今回5セントはもうすでに上がってますけれども、うん、ちょっと前みたいな再滑りはここでちょっとストップするのかなという気はしてます。そうすると370をちょっと割り込むような水準は、うんうん、これ以降はちょっと考えにくいかなと。370を下限として、はい、380を中心で上390に届くかどうか、それをねちょっと今週見ていきたいところだなという気はしますね。もうここはないというそうですね、そこは367ですので、おそらくね、はい、370はもうサポートとして、ここからは機能する可能性が高いかなと思います。はい、分かりました。その中でまあ大豆を横目で見ながら、そういうことですね。そうですね、390をまあ確認できるかどうかというところですね。やっぱり大豆が引っ張っていく展開ということですね、になると思います。はい、で一方原油なんですけど、原油ですね。今日も。朝方ねまだ、7時台なんかは若干マイナスぐらいだったんですけども、うん、その後、まあ、向こうのおそらくニューヨークダウがね今夜間でやはり上げてるので、うんうんうん、その辺の影響が大きかったんじゃないかなと思うんですが、うん、今2ドルほど戻してきています。ちょっといろいろね調べてはきたんですが、原油独自の材料は、うん、ちょっと目新しいのは見つからなかったので、うん、多分にそのセンチメントの部分がやっぱり大きいのかなと。それは今回の、まあ、結果が決裂とかっていう形で悪い方に転ばなかったということですね。ということですね。あ、これまで の、ね、その下落の過程には、まあ、いくつか要因はありますけれども、うん、一つはやっぱりその米中の貿易摩擦によって、うん、やっぱり原油 の需要国である中国、はい、需要減退、まあ、引いてはその世界経済の減退、うんにつながってくるです、ねね、その部分がやっぱり原油の需要にやっぱり影を与えた部分があると思いますので、その辺が若干ねまだ不透明感はあるわけですが、うんうんうん、若干そこが払拭されたというところと、あとはまあ6日にそうですね OPEC を控えてて、まあ、数値はまあどうなるかこれからまあ行方を見回ることになりますけれども、うん、いずれにしても先日これ2017年の10月以来だったかな、あの50ドル割り込んでますから、割り込んでましたね、49ドル台がありました、はい、そういった意味でやっぱりOPECとしてもね、これ以上油価が下がってしまってたまらんというところで、当然それの対処はしてくるでしょうから、うん、引き続き今のその減産とりあえずは年内いっぱい延長しながらも年内いっぱいだったんですが、うん、これをさらにね来年まで当然延長してくるでしょうし、うん、ただ問題はその減産幅がどの程度に落ち着いて、うん、どこの国がどう受け負っていくかというのは、うん、まあ、この辺がね、はい、焦点になると思うんですが、今申し上げたようにテクニカルな面においてもやっぱり50ドル割れで目先のちょっと到達感もあったのかなと、うん、ですか、はい、うん、だ今はそのOPECでまあ減産するだろうというまだ漠然としたものでしかなくて、うんうん、大きな、ね、反発できるような材料が見えたわけではないんですが、うんうん、ですか、はい、ちょっと自立反発を促されている場面、うんうん、がここに来てあるのかなと、うん、でここのところの先日の52ドルの半ばが直近のボックスでの上限だったんですが、ええ、これもさっき2ドル戻すともうここは抜けてきているので、もう少し上のレジスタンスをOPECの結果出るまでは、とするとレンジ間でいうと54ドル半ば、まあ、ざっくりで言うと55ドルぐらいまでは、うんうん、戻りの許容範囲なのかな、あ、
一旦はそこぐらいまであって、 それで総会見守るみたいな感じになってもおかしくない、50から55、まあ、ちょっと幅ありますけれども、まあ、とりあえずもう今こういうね、あの米中の関係が、まあ、求人が猶予を与えられてというところからいくと、今週中50ドルを割り込む可能性というのは僕はかなりもう低くなったかなと、50ドル割れはないだろう。そうですね。であとはその OPEC での減産の期待感からもう少し戻り幅が、ただそこをねある程度確認するまではというところでいうと、テクニカルを優先した考え方をすれば、まあ言っても55ドルかなと。この中でその、OPEC ノンOPECでのね、取り決めの状況を見守るという流れになるのかなとは思います。この55ドル割れたあたりからの動きが極めて強烈でしたですね、そうですね、1日にすごい値幅で下げてましたもんね、そういう意味ではね、まあ、OPEC の中でも結構温度差があるように聞こえてますので、そうすると果たしてねやっぱりロシア、この辺りの協力がかなり重要になってくると思いますし、ですか、私個人の感覚で言うと、ここからのこの90日間の間でどれだけこのねそのリスクとされてた部分が払拭されるか、これがポイントになってくるかと思うんですが、果たして90日という時間の中でね、90日ね、そうすると今のこの供給過多が、まあ OPEC がまあよっぽど大きな数値をねボーンと打ち出せれば話は違うでしょうけれども、今の環境からすると原油に関して言えば、まだ大きく戻せるにはいろいろ問題がといいますかね、超えなきゃいけないという部分があるのかなと、そういうことですね。そういう意味では相場的には個人的にはちょっと戻り売りに分がある相場展開が続くのかなというふうには考えています。下でもでも、まあ、50ドル上がったところで、まずはそうですね、ということですね、戻りにもただ限界はありそうだとという気がしますね。わかりました、はい、どうもありがとうございました、山口さんありがとうございました、ありがとうございました。以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。